ウクライナエアアライアンス4050便墜落事故は2019年10月4日に発生した航空事故である。ビーゴピナドール空港からリビウ国際空港へ向かっていたウクライナエアアライアンス4050便がリビウ国際空港の南東 1km 地点に不時着した乗員乗客8人中5人が死亡した4050便は スペインの b ゴピナドール空港からウクライナのリビウ国際空港へ向かう貨物便で10トン近い自動車部品を積載していた。同期はウクライナで燃料補給を行った後イスタンブールへ向かう予定だった。現地時間22時30分に b ゴピナドール空港を離陸した。搭乗していたのは7人の乗員と貨物の付き添い人1人の計8人だった。7時10分 機体が管制官のレーダーから消失した。30分後、滑走路から 1.5km 地点のサッカー場や墓地がある木々の中で大破した機体が発見された。ウクライナ航空事故調査局が調査を開始した。最終報告書では、ノームの中、疲労していたパイロットが危険な高度まで降下していたことに気づかなかったことが、事故原因とされた。また、重量超過によって、 燃料消費が多くなり、大体空港へ向かうことができなかったことが要因として挙げられた。事故の翌日、ウクライナ当局は、ウクライナやアライアンスの運航証明書を取り消すと発表した。10月7日に改定された運航者登録簿からも、社名が取り消されているほか、EU 空域の飛行も禁じられている。ありがとうございます。